はい、おはようございます。永田です。世間の方だとね、オバブトライアル、まあ、なんか新作が半分稼働、半分とか3分の1、5分の1くらい稼働してる感じではありますが、今日は黒部の動画を上げていきますということで、今回は視点を提供していただきました。のぞみサンシャインのエクストリームガンダムタイプレオス2バリアントサーフェイス、名前が長いね、そちらをいただきました。彼のバリアントといえばね、記憶に新しいのが直近の GGGP の10 on 10だな。そこでイージススモーのタッグ相手に負けそうだったんだけど、土壇場でシャイニングブレイカーパナして、そっから後ろ派生ブレードビット入れ込んでカット体勢高めて射撃でとどめを刺すっていうね、大活躍を見せてくれて、まあ、立場的にはさ、望みは東で、まあ、俺は西軍の応援実況だったわけだから敵ではあるんだけど、いやでもさすがに敵ながらあっぱれすぎるだろうみたいな、まあ、実況中にもかかわらずね、声が出てしまったわけですが、いやあれはすごかったね、本当に。てかバリアント自体もこのタイトルで結構強くなったよね。最初期の方は確かなんだっけ、強化時間が前作と比べてかなり減らされてたんだっけ、まあ、そういうのもあって一応アシストとかもらってるんだけども、まあ、評価が低かったんだよね確か。まあ、自分が使ってないんでね、正しい情報かどうかは分かんないんすけども、でもその後に来た強化調整、まあ、その強化調整がねすごい手厚かったんだよね。まあそれのおかげで、まあ、かなり強くなって、実際そっからねオンラインで戦うことが多くなったかな。結構バリアント使い、その SEX 隊で、まあ、やってる人なら分かると思うんだけどいるんだよね。実際のぞみ本人も、まあ、今のバリアントが歴代と比べてね最強だから、まあ、次回作オバブではあまり変にいじらないでほしいなっていうぐらいには、まあ、強いので、まあ、だからね黒部最終的に、まあ、3000コスト全体で見ると、まあ、ちょっと立ち回りは特殊だけどね、前に出るというよりはその XS みたいに爆弾の後ろみたいなのが多い特殊な立ち位置の3000ではありますが、まあ、いいキャラパの位置に着地できたんじゃないかなって思います。はい、そんなエクストリームガンダムタイプレオス2バリアントサーフェイス実況やっていきましょう。この機体はなんといってもね、技名がかっこいいんだよね。エクガン特有ではあるんだけど、全艦ノーファンデル、アイオス、高循環兵装、エクリプス、爆熱機構、ゼノン、いいよね。25エクガンの、まあ、各フェースの名称がそのまんま技名になってるわけですが、ええ感じにエモいです。こういうのでいいんだよな、こういうので、まあ、割とありきたりだけどもこういうのでええんですよ。はい、そんなわけで改めてバリアント視点実況させていただきます、よろしく。さて、敵の編成がダブルオークアンタとダブルゼータガンダムの組み合わせ。ここで射撃 CS で格闘 CS の隙を打ち消してパパッとブーストモードに移行。ここからクアンタを付け狙いたい、あわよくば着地をブーストエクリプスで、まあ、爆風で巻き込むみたいな感じだが、2発撃つが当たらずといったところで、まあ、今回の強化では戦果を出すことが難しいと判断したのか、まあ、無理をせずもう一度ブーストモードになるまで耐え抜くみたいな、そんなところでしょうか。ということで再び強化になるまで時間を稼いでおきたいところだ。まあ、つってもね、この携帯射撃 CS が強かったり、まあ、ゲロビもね流せるし、まあ、今作の通常時、まあ、強化時に N 特写で同じゲロビが流せるんですが、すごい曲がるよね。これ確か強化調整の一つだったと思うんだけど、曲げやすくするね。であと、まあ、昔からある消える、しかも射程無限のファンデルもあるし、まあ、強化機っていうのもあってね、攻めるにしろ守るにしろ、まあ、こいつからね目を離すことがあまりできないみたいな、まあ、そんな印象のキャラですね戦ってて。はい、そんなわけで渾身のシャイニングブレイカーは一度迎撃されてしまったが、ここはシャイニングブレイカーもう一回からの後ろ派生ブレイドビット派生で高速、さらに高速、さらにさらに高速するのか、後ろ派生出し切り、ブレイドビットランブからの一刀両断。これかっこいいんだよね。かっこいいし、このブレイドビットのところが確か補正がゆるゆるなんだっけな。この後ろ派生をね入れれば入れるほどダメージ加速するみたいな、そんな仕様だったと思います。昔と変わらなければ。マキブのね出たばっかの時は、あ、この機体がね参戦したのがマキブが初なんですけど、その時はねちょいちょい使ってたんですよね。だからブレイドビットの仕様が当時のまんまだったら、まあ、入れれば入れるほど増えると思います。丸。それでは続けて3戦目見ていきましょう。敵モビルスーツの編成がガンダムエイジ2とガンダムエピオン、まあ、強化機ということで、まずは壁際に追い込まれ、そこからエピオンの怒涛の後ろ突っかかわせ出し切り、
からの相方が出したシルバースモードの連携チームワーク、そしてエイジ2のダウンも取りつつ、そしてなんだかんだ溜まった爆熱機構ゼノン、これの初動のスーパーアーマー衝撃波を使って一度エピオンにカウンターしたいのがすぐには発動させず、エクセリアの射線も使ってエピオン近寄らせないようにするが、さあここは発動して爆熱機構ゼノン、スーパーアーマーで敵のヒートロッド耐えてからのシャイニングブレイカー出し切り、もう一回掴んで吹っ飛ばすと、さあそこから真下のエイジ2、エクリプスは当たらなかったが、ここは緑ロックの突角からディバインシュートを折り、かなりのやり込みを見せてくれた。さらにエピオンのダウンも奪って、まあ、かなり順風満帆にことは進んでいる感じではあるが、ここでガンダムエピオンを落として、この流れで S 覚醒シューティングバストでエイジ2ダブルバレットを落としておきたいところだ。さあ怒涛の追いを見せてくれるが、ガンダムエピオンが F 覚醒、そしてこちらのバースト覚醒は決定打にはならなかった。エイジ2ダブルバレットに迎撃されてしまうが、ディバインシュートでそれを落とす。さあエピオンの覚醒技が金スモといっても俺の金スモなんですが、そちらに当たってしまって、これは落ちるか、落ちない、ギリギリ良くも悪くも生き残ってしまった。さあもう一回強化を回すが、ここは落ちることを優先に、そして目を離した隙にみるみる耐久を減らしていくのは永田の金スモ、絶賛しゃぶられ中。それで焦らせてしまったのが横からハイパードッズライフルの単発。さあエピオンダウンさせて、エイジ2ダブルバレットが、これはラストの覚醒ですね、これを見送って、最後しっかり溜めてある S 覚醒でラッシュをかけたいみたいな、そんな作戦でしょうか。エピオンの格闘コンボ、 C 覚醒を使った金スモがカットして落ちていく。無事覚醒をし、しゃぶられてます。そのケツを拭いてくれるのは我らがのぞみサンシャインのバリアントサーフェイス。ガンダムエピオンに S 覚醒のビームラッシュをかけて終了です。すいませんでした。それじゃあ流れでラストの対戦も見ていきましょう。敵の編成が RX93FF ニューガンダム、そしてジャスティスガンダムというわけで、いつも通り格闘 CS の強化がたまるまで中距離戦といきたいが、ジャスティスの接近、そっからブーメランにつなげられてダウン取られてしまうが、さあ溜まっていた爆熱機構ゼロン、そっからブーストエクリプス、しっかりと爆風巻き込んでいく。まあやっぱこの斜め上からね、特殊ゲロビ打って爆風でめくるみたいなのは、まあこの機体の、まあ、唯一無二と言っていいほどの特徴っすね。やっぱ敵のバリアントがさ、上にいて、でこっちが、まあ、地上スレスレにいるかいないかみたいなところで、まあ、敵が特殊の構えした時に、あ、これは積んだなってね、何度思ったことが、全力でブーストしても爆風は絶対当たるよみたいな、まあ、そんな積みポイントがあって、でね、そっからちゃんとやってる人は射撃 CS 爆風で巻き込んでから射撃 CS も当ててダメージ取ってくるんで、もう厄介ですね本当に。さて話を対戦に戻しまして、福岡ニューダウン取ってからエクリプス高循環兵装、これねフルヒットすると238ってね結構痛いんだよね。で調整でかなり曲がるようになってるから、まあ、本当にノリはルナインパの射撃 CS 並みに、まあ、警戒しないといけない武装っすね。で大体この機体爆弾キャラと組んでるから、爆弾キャラかまけすぎてると画面端からこれがこれつうか N 特写が飛んでくるわけだから、そう考えるとブーストモードの時にも通常時と同じゲロビが打てるようになったってのはすげえでかかったんだな。もう過去文面見ただけだと、あ、内訳できるようになるんだ、本音みたいな感じだったけど、割と事件だったんだなっていうね、こんな黒部の稼働も周期も周期、もうさらに周期にバリアントへの理解を深めてしまった。そんなお話をしていたら、ここでバリアントサーフェイスが覚醒、学ばせてもらった全てへと。さあここは射撃のあれですね、連動盾がいろいろとこう間に合わなかったというか、隙を縫われてしまったが、まあ、食らってしまったが、福岡ニューガンダムを落とすことができた。そしてエクセリアの勝者からこちらのエクリプスを重ねていく、素晴らしい。福岡ニューガンダムを落として終了です。はい、そんな感じののぞみサンシャインのエクストリームガンダムレオス2バリアントサーフェイスの視点でした。この機体の、まあ、最初期は評価低かったけど調整でっていう話してて思い出したんだけど、まあ、P セルフとかもそうか、サザビーとかも、まあ、なんか最初仕様変更みたいな感じで、まあ、ちょっと変わった形で出したけど評判悪くて、強くしたらあら不思議みたいな、そんなあれをね辿った機体って結構黒部では多めですね。次回作もそういうのあったりするんでしょうか。難しいよね、まあ、仕様変更ちょっと変えて、なんだろう、新鮮味を出したいけどもみたいな、
まあでもそんなにねポンポンうまくいくわけじゃないから、そこら辺の調整とかすげえむずそうではあるんですが、まあ各々ね持ち期待変わってほしくない、まあ、もしくは変わってほしいみたいな、いろいろ気になるところはあると思いますが、まあ、とりあえず早くオバブやりてってのが正直なところ。あと1週間と、まあ、プラスアルファぐらいで稼働か、早くやりたいですね。はい、というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の永田にもご期待ください。